犯罪者だよ。いけます。ここダメだろ。犯罪者だよ。レイヤー。
自己紹介。大失敗。どうしよう。自己紹介をします。テーマ決めて。待って、今日のテーマはどうしよう。なんかいいのありませんか。聞きたいこと。おととい晩ご飯。おととい晩ご飯。はい。はい。メープリソンの何担当？イエロー担当。フラミンゴと港フラミです。おとといの晩ご飯は。待って、昨日がハンバーグだったから。あなたの同年齢は、あ、肉じゃが、韓国風肉じゃが、美味しそう。ママが作ってくれた、多分、あれ、わかんない、待ってないや、え、それだと思うみたいな、え、多分、それ食べた記憶が。俺の、じゃあ次は、かまたん。はい、ウェープルでも安定のリーダーピンクさんとかまたんです。えじゃないって、だからだってさ、そう、だってメープルだったらさ、なんかいじられキャラになってるよね。メープルでも？もう？本当に？常に？本当？嘘だ。え、だどうしよう。大谷君、この大谷君。はい、うん。まあね、いじられキャラでもね、頑張って生きていくから。はい。で、ね、ありがとう。はい。ね、一昨日の晩ご飯で、ね。だってね、おとといね、多分だけどオムライスだったと思うけど、覚えてないや。多分オムライス作りました。はい、え、首かしげてる。お母さん知らないでしょ。うちが作ったんだよ。あなた覚えてないの？おばあちゃんだね。お前ほら覚えてるの。肉じゃが食べたもん。うちはオムライス食べたもん。ご飯食べた、白ご飯。うちも食べたし。白ご飯のオムライス。じゃあ、あれ、晩ご飯は1個じゃないんだよ、うち。2個ある。いやー。はい。はい、ということで、今日も元気にね、頑張っていこうと思ってます。よろしくお願いします。はい。ということで、なんとね、次はね、もうドキドキのね、ソロな、ソロなんですよ。行かないよ。やめないで行かないよ。はい、ということで、ソロなのでね、はぁ、やばい。どうする？行っちゃう？大丈夫？うん、きっと。意気込みは？意気込み？とりあえず、頑張る。何？うん、楽しく頑張る。そうそう。ほなみん頑張って。うちは、ほなみんから。そう、ほなから、うち。あんた、安定のほなから。そう、うちはね、ちょっと休憩欲しいみたいなね。まーちゃん乱入で。乱入？ちょっとダメだよ、乱入したら。ちょっとね、動揺する。怖いよ。おつこれ絶対来るよね。これ絶対来るよね。かまさんの意気込みは？あ、うちの意気込みは、あんまりね、やったこと、あ、なんか、大人っぽい曲もないか。まあ、可愛い曲、何の曲なんだろう。まあ、盛り上がってくださいって感じです。やればわかる、やれば、皆さん盛り上がってくれたら嬉しいです。お願いします。ひちゃはしてね。どうしよう、干される。よし、それじゃあ行く、あ、じゃあ、心臓バクバク。いいよ、じゃあ、ホナの空を見てください、皆さん。それでは聞いてください。ソナのホロ？違う、間違えた。間違えちゃった。ソナのホロ？間違えちゃった。ホナのソロです。冬のホナだね。Thank you.
の空です。はい、ありがとう。お疲れ様。はい、あ、待って、めっちゃ緊張する。よっしゃー、始めます。歌う曲は、歌う曲はキャンパスライフ生まれてきてよかった。あ、キュートさんの歌を歌います。聴いてください。次はなんとメープルシフォンので、あ、違うか、まあ、デビュー曲って言おうとしたの。でもデビュー、あ、そっか、そうだよね、メープルシフォン。え、でも種じゃない、本当は。あ、じゃあやめとく。そうだよ、ね、でもステージでメープルで初めて歌ったのはわがままだよね。
七回目ですよ。種の前に種だってダメになったじゃん。あ、わかんない。雨降っちゃってライブができなくなった。謝って感じ。はい。なのでね、わがままな流れ星、思い出の曲です。皆さんぜひ盛り上がってください。それでは聴いてください。なんでシーンってなほらピンクずるいよねちらっとピンクがよかった。あ、ちょっと待ってよ。なんか変だよ。熱い。何て聞こえた。待って、水飲んでいい。ダメダメって言ってる意味ない。コーラだよ。飲んじゃった。ほらみんな喋って。え、嘘、取れたんじゃない。何言ってるんだけど。え、ごめんね、みんな飽きた？大丈夫？大丈夫？え、待って！バグ
あの若者の時歌詞変えたの気づいた？知ってる？おバカちゃんとか言わないでよ。いつもしげちゃんだけどおバカちゃん。そうだよ。ほらおバカじゃないもん。そうでしょ。ちょっとボタンから自分でやって。待ってる。よし。今日出ていい？まだまだまだ。待って汗が来た。で待って安定の汗がボタンして。これちょっとボタンして。え、ボタンあるのそれ？うちしないよ。ボタンないです。ほらのはするから。え、自分でしてよ。お願い。え、もう去ってるよ。あ、これ？え、ちょっとこれは大変だ。これはやめな、そんな。え？さ、出よう出よう。はい、皆さんお待たせしました。いくよ。3、2、1、じゃん！何その反応？何その反応？20秒だったしょ？あのね、なんでそうやって笑うの？もうちょっと期待してた？あのね、実はね、次に歌う曲は白いと勢いじゃないですか、まあ、全然意味が違うんですけど、ただ白いから白い服着たいねってなって、ワイシャツにしました。だって可愛いじゃん！何が？ワイシャツが可愛い。ワイシャツ好きだもん、うち。皆さんワイシャツ好きですか？決まった。ワイシャツも着れないからね。そうだよね、そうだよね。就職すれば。あ、そっか。スーツは着れるか、でも。花着てる。うるさい。ほら、まだいっぱい着れる。もういい。はい。ね、ほんとね、みんなね、最近ね、ひどいんだよ。サイヤとかね、まだ、クマタンとは違ってね、人生は長いからとか言われるんだよ。うちだってまだいっぱい人生あるのにさ、楽しませてよ。就職したら40年は切れた。あ、大変だね。アイドルに就職する。40年からクマタンになる。じゃあ、アイドルに就職して、ずっとワイシャツ着てな。うん、そうする。なんか、ちょっとね、なんかまとめられちゃった。よし、うん、じゃあ、いやー、それ禁句、それ禁句。1。はい、安定のリーダーです。はい、ということで、次の曲は、ね、去年のクリスマスライブでやったんですけど、白い東京をやりたいと思います。ということでね、皆さん盛り上がっ、可愛い曲なので盛り上がってくれたら嬉しいと思います。それでは聴いてください、白い東京。
ね、このままなの？うん、最後このままでしょ？っていう約束じゃん。そういう約束したっけ？わかんないけど、そうしよう。あ、そうする。あ、でも汗かくかな。まあ、いっか。あのね、はい、あ、お知らせがあります。はい、あの、私たちはね、ホイップガールズなんですけど、知らなかった人、嘘つけ嘘つけあ、いいよ。あの、ホイップガールズの定期公演の第2回目が、行こうー、行くよ、待って、ちょっと待って、あ、ホイップスマイル、ボリューム2、せーの、行こうー、やー、そう、この間みたいにやってよ、行くよ、せーの、よし、行こうー、はい、はい、よし、行かない公演があります、はい、6月10日の、行けよ。あ、行くよね。あ、そっちは行かないってこと言ってたの？ダメだよ。来るしか。そういうこと。うん。そういうことか。いや、そういう予想行かないじゃない。分かった。いや、もういい。だから、まあ、6月10日にあるので、セットリストはね、もう集計済みなので、はい、はい、ホイガルブログを皆さん楽しみに、セットリストを見てください。なんと20曲以上くらい歌いますので、ね、めっちゃ、ね、うちの汗がたくさん、2時間 ?2 時間2時間やるって。もう、つけまつげ取れるね。激しいな。つけまつげ取れちゃう。あれも楽しみ。ちょ、今も取れそうだもん。よし、じゃあ、そんな感じなので、皆さん、私たちのブログを見てください。ということで、なんと3位、次の曲は最後の曲になってしまいます。最後の曲といえば最後の曲。じゃあ、それやんのまた。それダメだ。じゃあ最後の曲といえば、あれ、うん、オーマイガー、やばいな、どういうことやったら面白いのか分かんない、そう、あ、いいねそれ、すごい、あ、そうだよ、みんなにいいね、嘘だよ、やめたさ、あなたが決められてるよ、決めないで私たちのことをよし、じゃあ最後の曲いきましょう、聴いてください、皆さん怪我しないようにしてください、聴いてください、オーマイガー、怪我すんだよ、小さいやつで Thank you.
ゃるよ。はい、ありがとうございます。はい、皆さん盛り上がってくれたおかげで今日も楽しかったです。ということで、はい、せーですか、ありがとうございます。あ、OK です。せーの、ありがとうございます。いいの、じゃあ、いいよ。せーの、ありがとうございました。お願いします。せーの、メイプルショーでした。バイバーイ。その後はホワイドルさんのライブね、盛り上がってください。バイバーイ。ありがとうございます。